こんにちは、佐々木真希子です。今日はスペイン語ではなく、ちょっと息抜きして私について話したいと思います。私は現在40代、夫と子供2人の4人家族です。私は40代からスペイン語を勉強し、オリンピック・パラリンピックの通訳になったわけです。正職員で仕事をして、ちょっとした時間に勉強していました。カリカリやっていたわけではありません。スペイン語は昔から興味があったわけではありませんが、スペイン語話せたら南米に行けるな、フランス語できたらアフリカに行けるし、くらいに思ってました。私は若い時にパラオという国、英語圏なんですけど、に3年住んでました。英語は正直喋れない状態で行きました。そして最初、喋れないから喋らないという感じでいたら、あの外国人何考えてんだかわからないみたいな感じに思ってたと思うんですけど、周囲との関係があまり良くないということに気づいたんです。これではダメだと気づいて、積極的に日本人以外の人と付き合うようにしたら、ある時久しぶりに会ったパラオ人に、マーキー英語上手になったねって言われて、自分ではよくわかんないと思ったんですけど、確かに友達は増えていたんです。友達に仕事の相談をしたら、あの人こんなことしてるから紹介してあげるみたいな感じになって、仕事上の付き合いも増えました。外国人って結構舐められることもあるんですけど、パラオ人の友達が一緒にいてくれたことで安全でいられたり、電話会社に何度連絡しても家に電話つかなかった時も、パラオ人の友達が電話したらその日に着いたり、楽しい思い出もたくさんありますが、助けられた思い出も本当にたくさんあります。私は思うんですけど、私を含め日本人だから国語が満点取れるわけじゃないじゃないですか。でも日本語は普通に話して通じています。でも外国語、特に英語の授業がそうだったんですけど、テストの点数が取れないイコール喋れないみたいな感じに思う人がいました。そして実際話すテストなんかも、間違ってると減点対象になったりしますよね。おかしいですよね。日本語喋ってて今噛んだから65点って言われてるみたいです。そして笑顔で喋ったからプラス何点みたいな加点もないし、喋るの嫌になりますよね。そんなトラウマから解放されて、言いたいことが言えるようになれば楽しいし、かっこいいなぁと私は思っています。私もそうなんですけど、間違いながら一緒に覚えていきましょうと思って、このようにスペイン語を皆さんと勉強する機会を設けました。これからもよろしくお願いします。